センチュリーは特に本文で使うことを意図されたセリフ体のオーブン書体ファミリーである。この書体ファミリーの起源となる最初のデザインセンチュリーローマンはアメリカンタイプファウンダーズ社のデザイナーであるリンボイド・ベントンが1894年に制作したもので印刷監督セオドア・アロー・デ・ビネが雑誌ザ・センチュリー・マガジンで使用するためのものだった。 最初のリンボイドと後を継いだ息子、モリス・フラベントンの尽力により、ATF がセンチュリー初体を非常に大規模なファミリーに急拡張していった。センチュリーはアメリカ合衆国で19世紀初頭からよく使われていた英国起源の字体、スコッチ・ローマン様式に基づいており、19世紀の間ずっと人気のあったリドーン様式の字体の一部だった。 そのデザインは鮮明さと優雅さを強調していて、細いテーパーで終わるストローク、ケルン、きめ細かく尖ったセリフを備えている。しかしながら、このジャンルで以前からあった多くの書体に比べて、ストロークのコントラストはかなり低く、シャープさを抑えて読みやすい構造である。もはや ATF が活動しなくとも、 様々な特徴と品質を備えた広範なバリエーション及び復刻版が利用可能となっている。発端が19世紀にもかかわらず、定期刊行物、教科書、文献でこの書体の使用が強く残っている。合衆国最高裁判所は、訴状をセンチュリーファミリーの活字で組むよう要求している。チャールズ賞によると、センチュリーファミリーの起伏がある簡潔さは約100年にわたって、 米国の食事校に愛用され続けている。中造加知事として始まったセンチュリーは、ライノタイプ、モノタイプ、ラドロー、写真食事、転写食事、電算写食、ゼロックスのようなドナー方式に至る一連の技術的変革でも存続している。という。1912年の ATF 見本町にある複数のセンチュリー書体。 当時はまだセンチュリースクールブックが未発表。この書体の特徴は次の通り。ザ・センチュリーマガジン出版元のセオドアローデビネは雑誌で読みやすいフォントを求めていた。彼はアメリカ活字鋳造者を新たに設立した友人のリンボイド・ベントンにそうした書体を考案してくれるよう依頼した。主にジャンバティスタ・ボドニーの影響により19世紀前半で 一般的な印刷フォントが細身になっていたため、ページ上で弱い印象を与えていた。デビネと芸術愛好家のウィリアム・モリスはこの日弱になっていくことを批判してもっと黒い書体への転換を訴えた。LB ・ベントンが生み出した書体のセンチュリー・ローマンは大半の書体よりも X ハイトが大きく、一般的なものよりも厚みのあるヘアラインだったが、デビネは これがより読みやすいと確信して、コンデンスド書体のままにした。これは、鋳造活字でのみ作られ、後に付随する通常幅の字体が、LB ベントによって制作された。それは、センチュリーブロードフェイスや、センチュリーナンバー2など、様々に呼ばれている。センチュリーファミリーの起源となっている書体にもかかわらず、より普通の比率である、後年の書体ファミリーに比べて人気は、 かんばしくない。LB ベントンの息子であるモリス・フラーベントンは、1892年に23の鋳造所を ATF に併合すると、これら製造業者の書体を、主捨選択して統合する任務を受け負った。これに続き、彼は、当時の国際活版印刷労働組合の基準を、満たす、要、センチュリーナンバーによってさせる任務を与えられた。 スミソニアン協会の記録では、m カイ・ベントンは、父親の書体を再設計しただけでなく、ATF が最近買収した、ブルースカツジ中蔵書の16ローマンも参考にしたことが示されている。その結果生まれた、センチュリーエクスパンデッドは、大成功を収めた。1912年までに、ATF のカタログはもはや元祖のセンチュリーローマンを提供しなくなり、 センチュリーファミリーの他のサンプルは64ページ表示した。この活字導入が成功した後、MK ベントンは最初に計画された辞退ファミリーの作成に着手しており、この辞退ファミリーという概念はおそらくベントン単独の最大の功績である。この書体は10年間にわたって発行されたが、 そのすべてがベントンによりデザインされたもので ATF によって発行された。要線組版センチュリーは非常に人気があり、ライノタイプ車、インタータイプ車、モノタイプ車を含め機械的な組版機の全メーカーによってライセンス取得、またはコピーされることとなった。バーンハート・ブラザーズスピンドラー社は自分たちのバージョンを センチュリーローマンと呼び、ラドロ社は1953年のバージョンをセンチュリーモダンと呼んだ。いくつかの亜種が追加された。社食センチュリーの人気と有用性は写真食事の時代もずっと続いており、主要なすべての製造業者が次の名前で写真食事に利用できるようにした。センチュリー書体はまた、IBM セレクトリックタイプライターでも使用できた。デジタルの編集、ベントンモダン。 テキストというデジタル版は最初にフォントビュロー社によってボストングローブ氏とデトロイトフリープレス氏のために作成された。それはトビアス・フレアイ・コール・ジョーンズによって設計されたものでセンチュリー・エクスパンデッドに基づいているがイタリック体と太字体はセンチュリー・スクール・ブックに基づいておりこちらはリチャード・リプトンとクリスチャン・シュワルツによって設計されたものである。 ベントンモダンは一般的なテキストと大きなテキストサイズ表示の2つの高額サイズでリリースされた。本とビューロー社はすでに別事業として特に新聞の見出しを意図するセンチュリーボールドコンデンスドそれ自体をデジタル化していた。センチュリーオールドスタイルはブラケットセリフのある重い書体に流行が戻ってきた時にリリースされた。 すべてがベントンによって設計されて ATF により発行された。この書体は6年間にわたって発行された。センチュリーオールドスタイルは、ベントン不死が45年後にフェミスター・エス・ミラーリチャード・オールド・スタイル・フォー・ ATF を改造したもので、マーケティング目的でセンチュリーの名を冠したものであった。名前とは違って、純粋なオールドスタイルのセリフフォントではないが、 カールした大文字級のような現代的特徴をよりたくさん持っている。要線組版センチュリーオールドスタイルは前作ほどの人気はなかったが、ローマンとイタリックはライノタイプ社、インタータイプ社、モノタイプ社によってコピーされた社食オールドスタイル書体は社食時代において人気を集めたためセンチュリーオールドスタイルは 陽線組版時代よりも広くコピーされた。以下の名前でコピーが作られたセンチュリーカタログはセンチュリーエクスパンデッドよりも X ハイトが低くなっているが長いアセンダーにもかかわらず同じ一般的デザインを踏襲している。センチュリーカタログイタリックは基本的にバスカビルイタリックの再加工であり A、V、W だけが異なる。 どちらも1917年に M.K. ベントンと ATF よりリリースされた。知られる限り、センチュリーカタログは他の鋳造者や組版機械にも、車食にもコピーされなかった。デジタル版では存在する可能性がある。センチュリースクールブックは1919年に M.K. ベントンによって設計されたトランジショナルセリフの書体である。教科書向けの 特に読みやすい書体を求めていた教科書出版社人カンパニーの要請があった ATF のために設計された。センチュリースクールブックには理道音様式に似た要素がある。センチュリースクールブックはかつてのセンチュリーローマもベースにしている。センチュリースクールブックは多くの北米地域で大勢の人が最初に読み方を学んだ書体として 馴染みがある。m カイ・ベントンは、クラーク大学で行われた研究を利用して、若い読者が、コントラストのある太さで文字の形状をより素早く、特定することを示したが、軽めなストロークでの存在を維持した。同研究では、より小さなサイズで活字を認識するために、カウンターフォームを維持することの重要性も示された。 センチュリースクールブックをデザインする際、M 階トンは、X ハイとストローク幅、は、全体の文字間隔を増やした。この書体は5年間にわたって発行され、そのすべてがベントンによって設計され、ATF により発行された。センチュリーファミリーの最後の書体は、スクールブックオールドスタイルと呼ばれる、旧式のバージョンで、1920年に始まって1926年に、 リリースされ、1928年にイタリックタイが続いた。これは、姉妹書体の人気にも全く届かず、組版機械にも全く採用されなかった。最終的には、お蔵入りとなった。要線組版 ATF と M 回ベントンにとって、非常に人気の高い書体、センチュリースクールブックは、ライノタイプ社、インタータイプ社。 モノタイプ社、ラドロ社を含む機械的な組半期のすべての製造業者によってライセンスまたはコピーされた。編集の一つセンチュリースクールブックのボールドイタリック体までもインタータイプ社によって追加された。ライノタイプ社は教科書市場向けのセンチュリースクールブックと直接競争することを意図した書体、プライマーを設計するようルドルフルチカに依頼した。 社食センチュリースクールブックの人気は、社食時代のセンチュリーの人気を上回っていて、以下の名前で、すべての製造業者によって提供された。デジタルコピー最も一般的なデジタルバージョンは、多くのマイクロソフト製品に付属のモノタイプ社のものである。アー社、d t p タイプス社、エルスナーフレーク社。 ビットストリーム他によるニューセンチュリースクールブックというバージョンもある。アー社によってデジタル化された非常に限定された字体のセットはオープンソースソフトウェアとしてゴススクリプトプロジェクトの一部としてタイプ1のフォーマットでリリースされている。テックスジャイアスコラはポーランドのグループによるアーリリースの適用版である。キリル文字版や小文字を含めおそらく センチュリーファミリーの最も完全なオープンソースのデジタル化である。紛らわしいことにマイクロソフト製品で提供されているモノタイプバージョンはおそらくファイル名を短くする必要があった時期との介護完成による理由から単にセンチュリーと呼ばれている。現代のマイクロソフト製品にはこのセンチュリーとセンチュリースクールブックという 同じデザインが含まれている。後者は、ボールドカラダやイタリック体のファミリー全体を含む。デジタル編集、グラッドは、元の ATF センチュリースクールブックをベースにした、フィルマーティンによる編集である。それは、テキスト数字とスモールキャピタルがある広範なデジタル化で、期待小セリフなどの珍しい特徴も追加している。センチュリースクールブックインファントこれは、 子供が読み方を学ぶのを手助けするために使用される書体の単一バージョンである。それは非常に稀だが、エリック・ヒルの絵本、スポットで見られる。キリル文字適用版センチュリースクールブックの書体はまた、ソビエトのタイポグラフィーにも適用された。ピオニールと名付けられた最初のキリル文字適用版は1939年に設計され、 後の1961年には2回目の適用が科学研究所のポラグラフマッシュで行われた。後者のバージョンはシュコルナヤと命名され、以後はそれが標準となり、ソ連及び後のロシアの子供向け出版物や学校の教科書に最も広く使われている書体である。センチュリーのバイタリックは活版とオフセット再生産の両方に等しく、 適合しなければならないという ATF からの規定に合わせてチャールズ E ・ヒューズによって設計された。細い線が多くて小文字では X ホイトがより大きく、そして元祖センチュリーローマンの狭い文字幅の性質に戻っている。これは ATF によって制作された最後から2番目の書体だった。スキャングラフック社が デジタル版をリリースしている。アレクセイクリューコフによるセンチュリー・スクール・ブックとオールド・スタンダードとの比較。両方とも基本の文字構造は同じだが、オールド・スタンダードはよりきめ細かいヘアラインとセリフがあり、特にイタリック体で顕著である。ニック・シンのスコッチ・モダン復刻版は、センチュリーに触発されたスコッチ・モダン自体の高額サイズ3つのデジタル版である。 批評家のマーク・シモンソンに恐ろしい完成度と評された。それはセンチュリーのデザインよりもコントラストの度合いが強く、よりシャープなディドーンのセリフを有し、スモール・キャピタルと適用範囲のある数字デザインが特徴である。シンはこの復刻を1873年のニューヨーク州の野生動物に関する本で使用されたものに基づいて行った。 アレクセイ・クリューコフのオールド・スタンダード・ウェブ・フォントは20世紀初頭にヨーロッパで使用された類似の時代に基づいている。古典研究で使用するためのキリル文字と複数アクセント記号の複式ギリシャ文字記号が含まれている。マシュー・カーターのミラーはセンチュリーの遠い祖先19世紀初頭におけるスコッチ・ローマン時代の復刻版である。 非常に控えめなストロークのコントラスト度合いが特徴となっている。それは新聞でよく使われる非常に大きなファミリーで5つの高額サイズがあり、スモールキャピタルや代用数字のデザインといった多くの専門的機能もある。コフ,ファラーフレール、ジョーンズ社によるクロニクルテキストディスプレイはまた別の新聞や専門家の使用を意図された光学サイズの スコッチローマンに触発された大きなファミリーである。イームズセンチュリーモダンは家具デザイナーのチャールズレイームズによるファミリーの使用に触発されたデジタル版である。それはコメディセントラルなどで使われている。ビットストリームから出ているセンチュリー751は実際にはルドルフルチカの初体プライマーのデジタル復刻版である。 ありがとうございます。